はい、どうも、9月20日の魂です。今日から47歳なんですかね。なんか、去年と一昨年のお誕生動画軽く見たんですけど、動画長いんで、最後までは見ませんでしたけど、一昨年はパソコンがノートパソコンで撮ってるなんか画質が良くて、きめかったですね。去年と今は同じなんですけど、犬の単眼カメラは画質が程よく悪いので、いいのではないかと。で、今日起きたらね、ツイッターで、ペンキチさんが、大谷さんが49号を打ったぞっていうのにツイート上げてて、なんかね、その後、どっかで見たんだけど、ツイッターで見たのかな？なんか、大谷が3本ホームラン打って、51号とか言ってたから、あれこれフェイクニュースかなと思ったんですよ。え、そんな3本も？みたいなことを思って、で、ヤフーとか確認したら、なんか大谷さんが3本打って一気に、50-50だ、みたいな、すごいことになりました。盗塁なんか微妙だよね、なんか。すごいテクニックなのか分かんないけど、タイミング的にアウトな盗塁をセーブにした大谷さんがすごいなという感じですが、それでお祭りはし、でも現地時間ではね、9月20日ではなくて、9月19日みたいですけどね。払えた。ありがとう。恐縮です。ありがとうございます。で、なんだっけ なんかバイクがどうのこうのみたいな、パソコン買ったみたいな感じで言ってます。すごいですよね。去年、おととしはまだ B の乗ってた。で、去年は根性焼き丸乗ってて、今年はちょっと、トゥデイに乗ってますから、なんかよくよく考えたら毎年バイク違くねみたいな 毎年バイク違くねみたいなことを感じなくもないです。で、おととしは飯田線とか言ってたね。最近は4月はどこも行けてない、今年は。去年の、年末は大阪に行ったんですよ。まだ去年末なんですね。18切符。で、妖精さんが、みたいな。マジックアップルが、みたいな。ユノンさんが落ちぶれた、みたいな。感じですか？ああ、あといいかもしれない。で、なんか去年はね、グラビアで2万、3万、4万で9万飛んだとか言ってましたね。まあ、2万しか受け取れてなくて。で、今年はね、A 漫画をね、先月かな、8月末ぐらいに始めたんですよね。だからまだね、1ヶ月ぐらいなんですけど、A 漫画。その A 漫画の前は AI 漫画動画を YouTube でやってたんですけど、そこから AI 漫画に切り替えて、切り替えて、って感じですかね。イデオからやってニコニコセが、その後なんかジャンプトゥーネクスト、ラマンガインディーズみたいな感じまで来ましたね。別にただ投稿してるだけなんですけど。で、ファンザ DL サイト、結局やっぱ金儲けるためにはね、そっち系かなって。ちょっとよくわかんないですよね。どのくらい儲かるのかどうかわかるかね、ファンザ。あとなんかさ、ファンザとかさ、登録するしてから1年待ち？普通すぐ登録されるじゃん。でもなんか AI に関しては、なんか1年待ちだみたいな話も聞くんで、どうなの？その辺ちょっとどうなのかよくわからんんだけど、まあ、とっとと始めるべきかなとは思ってますね。ただね、シート使ってるんですけど、シートあんまりエロいのできないから。ただいいと思うんですね。画力が高いから AI が。だからエロ向きだとは思うんですけど、なかなかクンズほぐれつはやっぱ厳しいもんね。写真集は簡単じゃないですか、割と。クンズほぐれつ、むずいかもしれないですね。私去年AI グラビアやってたのは、実写系のね。イラストはさ、ちょっとやっぱ権利的な問題がうざいかな、みたいな。でもさ、その AI グラビア、実写系のモデルはさ、アンチ AI みたいなの対象にならないじゃん、割と。S さんはさ、すごい炎上するけどさ、そのグラビアさんとかはさ、そんなに我々の仕事を脅かすみたいなこと言わないで、実写系やってたんですけど、はい。まあ、AI でそんな進歩してないと思いますけどね。手が改善されたとかいう。まあ、いろいろなサービスが増えましたよね。イメージ FX とか、あとなんだろう。なんかほら、Twitter も生成 AI ついたし、いろんなサービスが出てきて。まあ、ステーブルディフュージョンはあれだからね。プロンプトの再現性、言うこと聞かないから全然。なんか、すごいいい絵は入ってくれるんだけど、じゃあちょっとこうしてよ、ああしてよって言っても言うこと聞かない。そういう意味では、ダリ3とか、まあ、イメージ FX はあれだよね。なんだっけ。実写系しか強くない感じがする。あとなんか、もう一個出てたよね。なんだっけ、あれ。あ、やべ、ちゃんとブックマークしなかったっけ。いつもね、CA アートね、直入力でいいかも。フルックス。FLU ってやつね。フルックス。あとあれですね、免許更新しました。免許更新しました、3年ね。で、あとタイムズカーね。タイムズカー昨日乗ってきました、ね。なんだっけ、あれ。マツダ2に乗って、で、あれ買ったんですよ。シガーソケット充電器買って、充電しました。簡単に抜き差しで、あとが CD プレイヤーがあるんで、ちょっとそこにあったね、コトコの羽を持って行って、聞いてました。ズンとこズンと。まあ、でも CD っていうか、別に普通に Bluetooth で、まあ、普段繋がないですけど、 Bluetooth でスマホとつなげてカーステレオでいいんじゃないか。 CD プレイヤーすげえと思って。 CD って60分ぐらいしか入らないし、みたいなことを思ったよ。マツダ2自体は全然ハイブリッドないんですけどね。まあ、コンパクトとか無難な感じじゃないですか。
まあ、鉱石の広さとかはよくわかりません。はい。で、チョコザップも去年の年末、もう入ってたな。カードができてチョコザップ入ったんだけど、まだ当時は戦国、戦太郎のとこしかなかったんでね。で、その後、年末に立て続けに騎馬と東洋町にできて、できたんですけど、1年経ったけど全然増えてない。有明に1箇所増えたぐらいですか。去年の年末に、砂町銀座、東洋町、騎馬にチョコザップできた後は全然増えてない。あとあれだ、来月、10月10日に、西葛西に、快活クラブができます。亀戸の快活クラブは2年ぐらい前に潰れまして、昨日深夜ね亀戸マックビッグに行っちゃったんですけど、まだビルはそのままですね。亀戸のね駅前、亀戸もなんかねすごいよね、なんて言うんだろう、こうボロいよね、全然こう最、まあ、昔のもんなかみたいな感じなのかな、わかんないけど、昔の全然こう建て替えが進まないというか、何がいけないんだろうね。街自体も北側にしかないしね、ちょっとね。あ、でもあれはできたか。なんだっけ、亀黒はできたけど、なんか部分的でしょ。全体的なね、街の新しさが足りないかなって気がしますけど。でまだあれも壊してなかったね。ドンキホーテ。ドンキホーテの前上司だと思う。ドンキ何年ぐらい入ってたのかな。ドン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 キドンキホーテ。錦糸町と違ってさ、あのね、線路とあれが近いですからね。京葉道路がね。あそこのドンキホーテもそんなに奥行きないし。そういうところがまあ、プラスでありマイナスでありなんですかね。錦糸町の場合ちょうどロータリーが入るぐらいさ、線路離れてるから、そうするとやっぱりロータリーも北側にしかないしみたいなところあるけど、ちょっとでもいかんせんねひどいよね亀戸。で普通のさどこだろう、まあ、篠崎とかはあれだけど、絶対元八幡の方、元八幡も結構錆びれてる。まあなかなかね、ほらだからだって亀戸とかさタワマンとかないじゃん、結構割と大規模再開発いけるかもしれないですけど、ね、駅前でもさ、なんだっけ、あの駅ビルさ、アトレかリニューアルだったでしょ、なんで建て替えなかったんだろうねあれね。亀戸だってあの線路の北側とかになんかマンションとかあるもんね。マンション何の話だ、お誕生日。今後はだから、あ、リマンガーとファンザ系、まあ、いつ年内取り掛かれるかな、ファンザとか DL サイトとか。でもさ結局さ おマネーをさあのゲットするためにはファンザか DL サイトからゲットしないといけないから、でもそのゲットぐらいもわからないよね、どのくらいね、どのくらい稼げるのかとか。でワンチャンそのねうわしなくて良くなるぐらい稼げるかもしれない、まあ、しますけどね。ウーバーはやめないとは思いますけど、ウーバーの収益を超えてくる可能性も、まあ、安定してはないと思うし、それに今収益入ってくるのはどうせ2ヶ月後からだろうなとは思うんで、あとはなんか日本通信とかアハモとかがすごい攻勢をかけてきてて、なんかもはやね、あの楽天モバイルが安くないんじゃないか説がワンチャンありますよね。まあ、あとは日本通信がどのくらい速度が出るかみたいな話になるけど、まあ、サイトで楽天モバイルもそんなに速いわけではないからね。ただ、まあ、実際問題さ、そんな使い放題は、そんな使い放題使わないわけじゃないですか、楽天モバイル。私は別に家回線引っ張ってるから。となると、20ギガで2000いくらじゃん。まあ、そこはいいのも20ギガ超えないから、基本的に。たださ、その下の足切り、まあ、今月私3ギガだったんですけど、ちょっと3ギガだとさすがになんだよね。だからそこを楽天モバイルが、なんか5ギガなり、10ギガなり、15ギガなりにしてくれたら、神だけどね。でも現状それはないと思うし、結構楽天モバイルから、あの、日本通信に移っちゃうと思うよね。何も対策しなかったら。700円ぐらい違うからね。まあ通信品質にもよるだろうけど、もちろん楽天の方がね、キャリアだからいいと思うんですけど。しかもさ、あの、日本通信すごいなと思うのは、電話もさ、5分間かけ放題。70時間だっけ ?70 分か。電話かけ放題なんで。そこはさ、だってさ、楽天リンク使わなくてもいいわけでしょ。なんだかんだ電話代かかってるからね。他のとか、ね。まあ、とりま私はマイネオの方。マイネオ私2000円払ってるんで、マイネオを日本通信に変えてみようかなと思ってますけどね。だから、まあ、通信品質がわからないけど、そのね、20ギガ使ってないんだったら楽天より日本通信の方がいいっていう状況ですよね。現状、値段的にね。どうなんでしょう。どうなんですかね、今、昔の頃は楽天ってさ、なんか L 版とか、iPhone が U 版、ドコモ版とかあったけど、今ってそんなのないのか、よくわからんと。SIM フリーなら全部バンド対応してんのか。昔は違ったもん、ね。CDMA、WWCD、感じだったから違ったのかな。昔、あの、ドコモとソフトバンクは同じだったんだけど、AU は違ったんだ。今は一緒なのか、よくわからん。そんな感じで、47です。そういえばなんか数日前に、47の大阪のなんか出し子がなんかで、ね、郷原くんが捕まってたけど、あの郷原くんは同級生じゃないよ。私の同級生の郷原くんではない。名前が違ったか。値段、でも年齢は一緒だった。はい。そんなところですかね。まあ、先のことはよくわからないですが、大谷さん、よくやった。おめでとう。もし、お誕生日、おめでとう。昨日そういえばあれだ、イデオのなんか、電話会議みたいなのがあったんですけど、トモッシー先生呼ばわりされ、チヤホヤされました。先生呼ばわりされたのは初めてか。私政治家じゃない。漫画家は先生なんだなと思った、今日この頃ですが、AI 漫画家ですけど。
まあ、まだね、まだ、なんていうのかな、書いて満足みたいな、書くことが楽しいみたいな、まあ、こっからこうね、いかにこうクオリティを上げていくかみたいなところだと思うんですけど、クオリティ、まあ、客観視みたいな、まあ、いろいろですね、客観視、あと何が求められているのか、世間が何を欲しているのかみたいな、なかなか難しい。以上、ともしでした。また来年。